長座大前屈。長座大前屈の際は体幹シューズ等の靴は脱いで実施します。最初に両足を両箱の間に入れ、長座の姿勢をとります。壁に背中からお尻をぴったりとつけます。ただし足首の角度は固定しません。肩幅の広さで手のひらを下にして、手のひらの中央付近が箱の手前端にかかるように置き、胸を張って両肘を伸ばしたまま両手で箱を手前に十分に引きつけます。背筋を伸ばします。スタートの姿勢を取った時の箱の手前、右または左の角にスケールの0センチを合わせます。測定者は両手を箱から離さずにゆっくりと息を吐きながら前屈して、箱全体をまっすぐ前方にできるだけ遠くに滑らせます。この時膝が曲がらないように注意します。最大に前屈した後、厚紙から手を離します。2回実施します。